Huge Vision Go。 どうもリーチです。今回の食材がこちら。はい、改めまして、今回の食材がトントロ。このトントロを使ってチャーシューを作っていく場合、それでは早速始めていきます。はい、ということでね、改めまして、今回ね、このトントロをタコ糸で巻いて煮ていきたいと思います。まずはパックから開封していきます。はい、ということでね、開封し終わりました。合計3キロあります。これをね、今からタコ糸で巻いていきます。タコ糸に関しましては、このようなタコ糸、太さが 1.5 ミリのタコ糸を使って巻いていきます。で、巻き方なんですけど、こんな風に重ね合わせて折る感じ、こういう風に折った感じでタコ糸で巻いていきます。で、巻き方なんですけど、1回2回巻いて、そしてグッと引っ張ります。で、私今回軍手をしてますけど、濡れた布巾なんかを用意してタコ糸を引っ張って巻いていってください。それではどんどん巻いていきます。で、タコ糸の幅と幅をある程度均一に巻いていってください。タコ糸で巻くための理由としては、型崩れしないようにタコ糸で巻いていってます。で、あとここのね、サイドも一回巻いて、で、ちゃんと十字になるようにもう一回巻いていきます。はい、これでね、1個目は巻き終わりです。はい、このように巻き終わりましたら、タコ糸の末端が分かりやすいように、タコ糸の下にこのタコ糸の末端を潜らして引いて溶けるようにしておきます。はい、こんな感じ。それでは全部巻いていきます。はい、ということでね、こんな風にタコ糸で巻くことができましたので、これを鍋に入れていきます。今回ですね、バラ肉も買ってきたので、ついでと言ってはなんなんですけど、一緒に煮ていきます。続いて必要な材料を紹介していきたいと思います。動画を撮り損ねたので、未来から来た龍一が説明します。なんだと？材料の紹介は 500g のトントロに対しての分量です。玉ねぎ1玉。玉ねぎは皮をきれいに剥いて、くし切りもしくは輪切りにしたやつ、まあ小さくね、刻んだやつを用意してください。人参1本。人参はですね、1センチぐらいの輪切りで切ってください。葉っぱがついてた頭の部分は捨ててください。ネギの葉っぱの部分。ネギの葉っぱの部分は5センチ程度になるように切ってください。ニンニク1個。ニンニクはこのようにきれいに皮を剥いたものを用意して、包丁で半分に切っていきます。皮の剥き方、裏技をこの後紹介しています。ニンニクの皮を剥くのが面倒という方は、タッパーにニンニクをこのように入れて、タッパーに蓋をして、そして断続的に振っていくと皮が剥けます。こんな感じで綺麗に剥けます。昆布、このぐらいの大きさを1枚。生姜をスライスで3枚。生姜はですね、スライスする前に生姜の皮についた汚れ、傷などをスプーンで小さぎ落として洗ってスライスしてください。コンソメスープの素を、固形を1個。
薄口醤油 1.5リッター。この薄口醤油はですね、お肉が浸かる程度入れていきます。じゃじゃーん。今回お好みでいいんで、パイナップルを入れたい方は入れてください。パイナップルはですね、最も果物の中で酵素が多いというふうに聞いているので、私は今回これを皮を剥いて頭の部分を落として中身の身だけを入れていきます。一つ食べてみましょう。うん、甘っ。チコッパイうまかーですばい。それではですね、すべての材料が揃ったので、巻いたトントロバラを入れていきたいと思います。まずはね、ついでに煮るバラで、トントロ。それではですね、カットした野菜とか昆布とか、あと固形のですね、コンソメスープの素とか、忘れ物がないように材料を入れていきます。まず昆布から、あとはざっといきます。それでは最後に具材が浸かるように薄口醤油を入れていきます。多少足りなくても、煮えていくうちに野菜が痩せていくので、少し少なくても大丈夫です。それでは投入。これ今私が入れているのは、以前チャーシューを煮た時の煮汁です。はい、それではですね、薄口醤油もチャーシューが浸かる程度入ったので、煮ていくにつれてお野菜がクタクタになってちょうどいい具合になると思うので、今から添加していきます。それでは今から添加していきます。火加減は最初は強火で煮ていきます。それでは添加で、これはですね、強火で煮ていくと、沸騰する直前になりましたら弱火、コトコト煮るぐらいの弱火にして、そこから90分煮ていきます。途中アクが出てくるので、アクをキッチンペーパーやアク取り網ですくってあげてください。はい、ただいま強火で煮ていってふつふつとし始めたので、ここから90分弱火で煮ていきます。はい、その間ですね、アクが多く出てきたらアク取り網でアクを取っていきたいと思います。はい、今ちょっとアクが少しね出てるんで、こういったアク取り網でこうやってすくって取ったら、ボウルにお水を溜めてあるんで、こんな感じでアクを取ってください。一旦ですね、アクを取り終えたら、こういったチャーシュートングってこれ言うんですけど、こういったもので中のチャーシューをですね、ひっくり返す感じで動かしてあげてください。はい、ということでですね、弱火にしてから90分経ったので、この一番ね大きいね、バラのチャーシュー、これでね、ちょっとチェック、煮えたかどうかチェックしていきます。よいしょ。串もしくは箸を刺して引き抜くと、はい、透明の煮汁が出ます。煮えてなければ赤いちょっと血合いのようなね、お汁が出ますんで、今回透明な煮汁が出たということで、ダッパーにチャーシューを揚げていきたいと思います。バラから揚げていきます。いい色だよ。せーの。やっぱいいね、このチャーシュートングね。続いてちょっとトントロね、トントロを揚げたい。お野菜がねいっぱいついてくるね。ちょっと野菜揚げろか。
ね、野菜を。ちょっとね、今回この野菜をあげるためにこの網をわざわざ買いました。よし、じゃあちょっとね、野菜も少なくなったんで、トングでね、また揚げていきます。はい、ということでね、チャーシューをすべて、ダッパーにね、揚げることができました。あとは野菜を全部作って、でこの煮汁はですね、ラーメンの元だれ返しになりますので、煮てできただし汁に対して砂糖を、私の場合はこれ10杯ですね、加えていきます。でこちらのチャーシューなんですけど、粗熱が冷めたらラップにくるんで一旦冷蔵庫で一晩寝かせて次の日に食べてみたいと思います。バイ。それでは冷蔵庫に一晩眠ってらっしゃい。はい、ということでね、チャーシューを一晩寝かせた次の日になりました。それでは早速ね、ラップを剥いでチャーシューを巻いたタコ糸をね、ほどいていきたいと思います。それではこちらからラップを剥いでタコ糸をほどいていきたいと思います。バイ。あー、言い忘れてました。最初に巻き終わった時にタコ糸の末端をほどきやすいようにタコ糸の下にくぐらしとくって言ってたんで、ちゃんとこうなってます。なのでこっからほどいていってます。それではですね、全部ラップを剥いでタコ糸をほどき終わった状態にいってみます。はい、ということでね、ラップとタコ糸をすべて取り去ることができました。見慣れない個体ですよね。そうなんですよ、これがトントロを抱き合わせてタコ糸で巻いて、形崩れしないようにして煮たらこんな風になります。それではね、これ包丁で切って断面を見てみたいと思います。それでは切っていくばい。おー、こんな感じ。それじゃあですね、今回このトントロチャーシューを使って塩豚骨ラーメンを作っていきたいと思います。それではですね、スープで使うお湯 500ml と生麺を茹でるお湯を今から温めていきます。今回使う麺はイオントップバリューの北海道産小麦 100% 生ラーメン極細縮れ麺を使っていきたいと思います。それではお湯を沸かしている間に丼に調味料の用意をしていきます。塩小さじ1杯、味の素小さじ1杯、豚骨ラーメンのスープの素を 36cc のお玉で1杯、鶏ガラスープの素を小さじ1杯、調味料は以上です。それではですね、お湯が沸いたので麺を茹でていきたいと思います。お湯よろしく。はい、それでは完成ということでね、いただきます。まずはね、やっぱチャーシューからよね。いただきます。
うん、柔らかくて最高。チカッパイマカーン。脂身がね、ものすごくプルプルしてますよ。で、あとは麺ね。今回トップバリューの麺買ったんですけど、結構ちょっとでいいね、茹で時間はね。はい、じゃあ麺いただきます。いいね、塩豚骨に合う。これまたチカッパイうまかーん。でまた今回ね、この青ネギ刻んで入れてるんで、やっぱいいっすね。うん、ちょっともう一枚ね、もう一枚ちょっとチャーシューだけをいただきます。いいね、ほんとチカッパうまい。はい、ということでね、今回塩豚骨ラーメンを作ったんですけど、塩豚骨ラーメンと言ったらこちら、黄金の湖、いただきます。それではいただきます。あー、うまかー。それではゆっくり食べさせてもらうばい。ちょっとチャーシューを追加しよう。ちょっとね、あんまりスープに浸ってない部分をね、ちょっといただきます。うん、これはつまみチャーシューにはもってこいですよ、皆さん。チカッパイうまかー。で、黄金の湖、うん、うまか。あれ、もうない。はい、ということでね、今回豚トロを使ってね、チャーシューをね、作ってみました。タコ糸でね、巻くという作業が敷居が高いように感じられるかもしれませんが、まあやってやれないことはないと思いますので、皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、もうお時間となりました。もしこの動画がよろしければ高評価、拡散の方よろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あ、それとですね、お知らせなんですけど、パソコンを使ってのライブの件なんですけど、やっと OBS の設定がうまくいっていますので、まあぼちぼちちょっと試験がてら、パソコンを使ったライブ放送をね、やってみたいと思いますので、ぜひご視聴の方もよろしくお願いします。それではまた。さよなら、さよなら、さよなら。